ちは、今日はリゾットの作り方をお送りしようと思うんですけれども、以前にもね、リゾットの作り方、野菜のリゾットの作り方アップしてあるのですが、結構シンプルなベースとして使えるようなレシピになってますので、チーズの部分を除けばね、いろいろね、アレンジもしやすいと思います。参考になればと思います。じゃあ早速作ります。今日は、ほんと使うものが少ないので、あとはこれか、グリッドグラワーいらないか。3、4分ほどここでちょっと炒めていきます。米を洗わずに最初にね、油でこう炒めてあげることで、粘りがね出づらいので、ちょっと油コーティングを していきます。そしたら先ほど用意しておいた火加減をちょっと弱火に落として、鍋底に当たらない程度に時折混ぜてあげてください。で、水分が減ってきたら都度足すような感じで、どうしてかというと、お米を炊く時と違ってね、粘り気を出したくないので、水分入れすぎて米がねこう踊ってしまったりすると、米同士で擦れ合って、でそこからねでんぷんが溶け出してこうベチャっとしたリゾットになったりしやすいので、米が踊らない程度の水分を都度足していきながら、そして鍋底に当たらない程度に、時折ね混ぜてあげながら火を入れていきます。ちなみになんで水分温めたかというと、ローリエから香りを出すというのもあるんですけれども、冷たい水で炊き始めるよりも温かいお湯の状態から、温度を下げないということですね。フライパンの温度を下げないことでリゾットの粘り気が出るのを抑えることができますので、沸かしたお湯をね加えていくやり方になります。塩とチーズの量だけですね。OK。 はい、さっさと食べないとね。ということで完成、いただきます。仕上がりの感じとしては、アルデンテに仕上げるっていうのがイタリア料理のね基本的な作り方なんですけれども、なんかイメージ的には髪の毛数本分、なんかちょっと硬いところがちょっと残ってるみたいなイメージですね。いただきます。今日のお米と、水分量ですね、この割合と、あと火加減がポコポコポコというかグツグツグツというかね、感じで15分20分ぐらいで水分がちょうどなくなるぐらいの火加減で作っていただければ、そんなにおかしなことにはならないと思うので、ベースの作り方の一つとしてね参考にしていただければと思います。今日は、もうお水と、ローリエを入れて沸かしたものをね使いましたけれども、これをブロード使ってもいいです。前ちょっと紹介したような野菜のブロード使ったりとか、もっと簡単にやりたいんだったら鶏ガラスープの素とかでも、顆粒コンソメとかそういうものでも、旨味は出せますので、ということでまた次回何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。